ノルウェー国立工芸芸術産業学校はノルウェーオスロにあった国立学校。1996年オスロ国立芸術大学に統合された。1818 18年に設立され、19世紀ノルウェーの芸術教育の中心的な役割を果たしてきた。当初は海外予備学校という名称であったが、1822年クリスチャニア王立会が 芸術学校と改称された1869年、王立絵画学校となり、1911年、ノルウェー国立工芸芸術産業学校となった。1896年、オスロ市は本学校と芸術産業博物館のために新しい建物の建設を決め、1897年のコンペティションで、当時26歳の若手建築家、 アドルフ・ブレド・グレベが採用された。彼は経験豊富な建築家、インワール・ユースの助力を得て、1903年、これを完成させた。校舎は改修され、2015年からエドバルド・ムンク高等学校の校舎に使われている。1996年、オスロ国立芸術大学に統合された。ありがとうございます。